皆さん、ごきげんよう、シライムです。今日はなんと、このシライムの部屋に、久しぶりのゲストが来てます。どん、この方です。皆さん、どうも、夜長翼です。イエーイよろしくお願いしまーす。いやー、ありがとうございます。なんと、この部屋にゲストが来てくださるのはヒゲ男爵山田類53世さん以来です。嘘でしょ。いやー、あら、夜長さんにずっとね出てほしいと思ってたんですよ。そうだね、ついに実現しました。しかもうちに来てくれるなんて。そうなんですよ。ありがとうございます。来れました。よかった。いろいろね、夜長さんにはね、いろんな現場でお世話になっております。うれしい。まあ主にね、やっぱアイナナとかではがっつりね長いことやらせていただいておりますし、そんな夜中さんをお迎えして今日何をするかと言いますとですね、ウーバーイーツでお互いの食べたいものをオーダーしてみる、イエーイ、というやつをやってみようと思います。なるほど。これ自分が食べたいものじゃなくて、うん、相手が食べたいであろうものを予測してオーダーするという、はぁ、なるほど。ございます。ほうほうほう。お互いにどれだけ理解してるのかっていう、お互いのことをっていう、ね、やつですよ。事前に我々ね、もうね、すでにオーダーしております。そう。これからね、ちょっとなんでそれをオーダーしたのかっていうのをちょっとね、順番に話していきたいと思いますので、話してない方はちょっとね、どうもありません、ね、はい、それをちょっと耳にしていただいて、おいおい、はい、その間にオーダーした人が喋るということにしましょう。スマホの方はこちらから、パソコンの方はこちらからチャンネル登録をタップして登録してください。通知設定もね、お忘れなく、よろしくお願いします。じゃあ早速、じゃあ僕からちょっと話していきたいと思います、ね、アイドリッシュセブンヘッドホンの電源を入れていただいてね、そう、そう、コラボのね、あったやつなんですよ ね、 そ う、 ね、そうそうそう、はい、じゃあ僕は曲を流しますんで、その間にね、と話していきたいと思います。よいしょ。おう、あ、白井くんの声何にも聞こえない。結構漏れてる。大丈夫、漏れてないですか。大丈夫ですか。ディスカーバーですね、うん、じゃあ行きます。そうですね、やっぱり夜長さんはさっきここ向かってる時にお腹空いてますかってます聞いたら、めっちゃ空いてるっていうことでしたんで、がっつり系をね頼んでみました。行ってしまったらどうものお腹空いてる時にこう書き込みたいみたいなね感じのイメージのことですね。まあ夜長さん、こないだちょっとね久々に会った時に、いやちょっと最近太っちゃってって言ってて、いや俺もそうなんですよねみたいな話をしてて、お互いにね、やべどうしよう、これ数値入んなくなっちゃうんじゃねえのみたいな話をしてたんですよ。だからお布団取らせてやろうと思ってもうすごいモリモリのモリモリの試したりしてます。追い打ちをかかる、うん、でも美味しい思いをしていただきたいですから、結構ねいい感じのものを頼みました。トッピング3つぐらいした。いや俺が食べたい、むしろそれを俺が食べたい。逆に夜長さん、俺に何を頼んでくれたのかなって考えたら、俺が緑好きっていうの知ってるから、だけど緑のもので攻めてきそうな気もするよね。それこそさっき会話した、そのいや太っちゃったよねみたいな話をしてる、共有してるから、だから夜長さんそこを優しいから、緑のヘルシーなものを頼んでくれたんじゃないかなって思う。でも個人的には今めちゃくちゃお腹が空いてるからめちゃくちゃがっつりしたものは食べたいです。さあ、ということで僕の方はこんな感じでございますと。はい、 OK です。あ、結構語ってましたね。あ、本当です。でもまあ2分ぐらいまあまあまあ、あの自分が、頼んだものとその理由と、あとまあ夜長さんが何を頼んでくれたのかなっていう予想を、なるほどね、はい、させていただきました。お、はい、じゃあ僕もね、ちょっとドンしますんで、はい、こっちはねもうノイズキャンセルついてるんでもう大丈夫ですよ。夜長さんがどんな大声で喋ろうとも、あーすごい大音量できてんじゃん行き過ぎた。じゃあ俺エブリデイイエイにしようかはい、僕が選んだのはですね、白井くんはねサッカーのねリバプールが大好きだっていうことなので、まあ、リバプールといえばどこだって時に、まあイギリスだということで、まあ、ちょっとイギリス料理は何だろうと思って調べた結果ですね、なんとローストビーフがどうやらねイギリス料理でねあるらしくて、あとねなんかがっつりしたものでもいいかなと思ったんで、まあローストビーフをただ頼むだけじゃない、だからローストビーフ丼でね、頼んでみましたね。ね、僕も初めて、あ、ローストビーフってイギリスなんだと思ってね調べて、そうな思ったんで、うん、
なんでね、多分今回の料理、まあ、もっといろいろねイメージはあったんですけど、緑色の料理にしようかなとか、翡翠麺をね使ったものだったりとか、翡翠チャーハンとかねあったんですけども、やっぱり白井くんといえばやっぱもう、だってツイッターとかでもねリバプール、ね、あーあー書いたりしてましたから、ね、ちょっと黙っててもらっていいですかリバプールだったんでね、だからイギリス料理で、ローストビーフ丼を食べましたね。あとプラスでね、あとまあ白井くんといえばね、やっぱね飲み物がないとやっぱあれかなと思ったんで、コーラの方を頼みましたよ。白井くんといえばコーラですから、これやっぱないとちょっとやっぱ泣いちゃうかなと思ったんでね、それ選びましたよ。でね、あとねアボカドとスモークサーモンのバルサミコマリネっていうちょっとサラダみたいなやつも頼みまして、これはねまあ白井くんもほらだんだんね年を取ってきて、いい味が出てきた役者さんになってきたので、ね、スモークされて美味しくなるように白井くんもだんだん脂が乗ってきて素敵な役者さんになってきたというところで、このちょっとねアボカドとスモークサーモンのバルサミコマリネというのをね頼みました。あとねトリュフ風味のアンチョビポテトサラダ、白井くんももう高いものを食べてるだろうなと思ったんで、トリュフのね味がするポテトサラダを選びました。はい、でね白井くんがね僕にたおそらくだけどね多分ねなんかね甘いものも好きそうだから、甘いものは入ってたりするんですよ。すっげえノリノリだな。なんかちょっとデザート系がね入ってそうな気がしますね。料理はね何かな、お肉系が来そうなんですよね。ステーキ系もしくは僕、まあ、天津好きなんで、天津が好きっていうのはやっぱ、まあ、白井くん分かってれば、まあ、そういう中華のね天津系頼んでくれてるかなっていうところもありつつ、ただほらアイナナのライブとかでねご飯一緒に行ったりとかして、そこで頼んで食べてうまいって言ってたのが和食ね、天ぷらとか美味しかったって言ってたから、覚えてればねおそらく天ぷらとかも頼んでくれてるような気がします。予想が多すぎる。でも当たってたらいいな、そこら辺かなっていう気がします。はい、OK です。OK。イエーイ。すげえノリノリだったね。いやいやいや。もうでも間もなく届く感じですよね。きっとね。そうね。そうね。来ると思う。よしよしよし。じゃあちょっと届くまでもうちょっとね。じゃあ待ってますか。そうやな。はい。スライムチャンネル。はい、ということで到着しました。よし、来た来た。いやー、お腹空いた。なんかちょっとすごい量すごい量よ、すごいすごくない、これちょっとね、そう置いとこう。うん、じゃあ僕がオーダーしたものがそっち早くついてたんで、そう早く食べていただきたい、皆さんに。なるほど、うん、なんならもう2、30分ぐらい早くついてた、だからもうちょっと冷めちゃってるかもしれない、ごめん。本当、あ、はい、おでもね、こちらです。まずすごい、ね、こう元気になるようにあれかな。はい、ニンニクの揚げたやつかな、これ丸揚げです。疲れたら体にニンニクは効きますね。そう、ニンニク大好きだからね、素晴らしい、はい、そしてドン、イエイ、天丼でございます。イエイイエイ。そしてトッピングで、トッピングも追加のバリバリ、揚げ物フィーバー。空いてる時には丼物かなと思って。せやな、わかる。あ、でしょ、もうがっついてこうガッとわーってかき込めるようなものをちょっとやっぱ頼んでみたんですけど、天丼食べたそうだなと思って開けて、あ、天ぷら入ってんじゃんと思った瞬間に当たりです。さすがです。いやー、すげー。え、よかったですか。今の気分的には、あ、全然俺天丼大好きなのよ。やったやった来たよし、来ました。そう、だから天丼プラスの、まあなんか俺、うん、ほら甘いものとかスイーツも好きだから、うん、なんか甘いものもあるかもねっていう話はしてた。うわー、さすが。そしてこれ開けてみてくれたらしい。どれから開けりゃいいのよこれ。多分ね、メインがね、こっち、うん、あ、メインがこれ、あ、サラ、え、これね、サブ。サブ、あ、え、オシャンティ、え、なにこれ、オシャンティ。サーモンとサーモンとアボカドの、そう、アボカドとスモークサーモンのバルサミコマリネ。え、ちょっとオシャンティ、あ、え、そう、あ、え、ポテトサラダ、これね、トリュフ風味のアンチョビポテト。オシャンティ、しかもでかい。あら、ちょっと、え、そうっす、すごいじゃない。そうなのよ、これはサラダ感覚からのコーラです。あ、コーラ頼んでくださったんですか。そう、やっぱ白井くんといえばコーラだなっていう印象があるから、うん、なんで2つあるの。1つは僕です。あー、なるほどなるほど。さあ、そしてメインディッシュですよ。メインディッシュがこれ、なんか卵が乗っかってるの見えるんですよね、うん、卵が乗っかってるやつでしょ、うん、ガパオライス。あー、うーん、
どうかな、どうかな、どうかな。え、いやー、ローストビーフ丼。いやー、うわー、すっげー、うわー、食べたい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ、は、食べていいっすか。もう食べます、あ、もうお互い食べます。白井くんの、そう、予想はどうだったの、うん、違う、あ、え、予想、あ、うん、予想でも緑のもの頼むんじゃないかなと思って。でもね、それもね、言ってんだよ。そうなの、だから緑のものもね、探したの一応。そうでしょ、そうでしょ。最近ほら、お互い太ったよねみたいな話してたじゃないですか、うんうん、だから、ヘルシーな緑のものを頼むんで頼んでくれるんじゃないかなと思ってたし。、うん、そんなことするわけないじゃないですか。俺はだからその話があったから、うん、そうね、話してたね、うん、そう、だからもっと太れと思っててると思うね。お前そんな理由だったのかよ。追い打ちをしてやるっていう、思ってるの。じゃあそういう意味で主役も一緒に太るのがいいんだ、うん、いやいやいや、あ、めっちゃやっぱでも開けた香りとかいいね。卵ポン、イエーイ、やっぱいいね。その前に前菜、あ、ニンニクすげえよ。あ、はい、おいしそう。うわ、おいしそう。香る、やっぱすごいね。ちょ、このじゃニンニクね、マリネいただきます。あ、ぜひぜひ。アボカドとサーモンね、シャンティーナね。あ、うわ、燻製されてるのもまたいいですね。そう、ちゃんとね、それについての理由とかも言ってるから、もう、あ、ほんと？ちゃんとしてますよ。そう、いぶされろってことですか。違う違う違う、あの白井くんもね、ほら、いろいろ経験してきて、うん、ええ、年齢も重ねてきて、うん、脂が乗ってきてるでしょ。あ、そういうこと。乗ってる役者ということで、スモークされてね、美味しくなってるサーモンと同じように、まあ、なるほど、もっともっと脂が乗っていい役者になるようにっていう願いを込めて、なるほど、頼んだんです。身体的にもね、脂乗ってますから今。そうです、うん、2人ともね、2人ともいい脂乗ってますから。いい脂乗ってます。もうそろそろ出荷できるかな、うん、いや、そうそうそう。食べ頃かな。トリュフのやつはこのサラダもね、この白井さんがあのね、あのお金もあるんで入るようになったんでね、トリュフ。いや、でも確かにトリュフ好き。あ、香る。だからこっちまで香るもん、トリュフ。うまっ、えー、がっかったです。もうこれだけでご飯いっぱいいけるもん。おまずにもなるよ。うん、うわ、見てこれ、ほらほら、おいしい。よかった。なんかね、赤身のこのあっさりして食べられる、めっちゃ柔らかいお肉が。よかった。うまっ。ちょっとユナさんもちょっと食べられる。じゃあ僕はちょっと店頭いただきますね。いただきます。うまっ。わぁ、うわ、え、どうです、どうです、どうです。あのさ、エビのプリプリ感とエビの太さ、あ、ちゃんとしたやつです、うん、ちゃんとしたやつになってます、うん、よかったよかったよかった。あ、すげえ、うまっ。かき揚げ。ちなみに好きな天ぷらなんですか、ヨナさん。俺ね、うん、エビとかイカとか、うん、あ、イカも入ってます。あ、ほんと？イカも入ってますよ。そう、あとね、すごいびっくりしたの、俺ね、舞茸もすげえ好きなんですよ。はい、きたー。舞茸後からトッピング。そう、だからよく、よく入ってたなと思って。いや、もうお見通しですよ。さすがですな。もうさすがですよ。そうです。言うても、まあ付き合いもどんどん長くなってきてますからな。そうです。だってアイナナが5周年迎えてるから、もう5年以上。まあそうですね、違うってことだからね、うんうん、でも確かにね、アイナナのラーメンみんなで食べたりしてたしね、まあ、ライブの後にね。ライブの後、もうケンショウ君がね、焼肉行った後にラーメン行くから。もう大変よ。そうね、うん、ケンショウ君が、いや、そうそう、ラーメン行きますか、うん、行きますよね。行きますよね、行くよね。ね、でもさ、スバル君もさ、結構ダイエットしてね、スバル君結構絞って頑張って絞ってて ね、 そうだね、うん、いや、ちょっと、大丈夫、大丈夫っす、俺は、いかがです。ついていくふりをして、こう、はぐれて、コンビニとかに逃げてたのに、そこ追いかけてきて、うん、捕まってね、結局連れてかれるっていうね。ラーメン屋さんね。俺もだって、江口くんと、バレないようにスーって、うん、ホテルに戻るふりしてコンビニに行って、うん、飲み物とか買おうとしてたところで、江口くんには、うん、ケンショウくんから連絡がすごい来てて、あ、まあ、そうかそうかそうか、そう、タクヤくん来ないの、うん、来る、来ないっていうラインが来て、うん、で、俺の方にはまっすぐから、
何が来ないですか来ないですか怖い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 よ、レッド怖いよ、そういっぱい来て行く行く行く、うん、行こうか、だからもう来てってことだもんねでもあんだけ食ったのに入るってやっぱラーメンすごいよね。ラーメンすごいし、やっぱそれだけなんか出してるんでしょうね、ライブでエネルギーだね、うん、求めてるんでしょ、だからね、うん、エネルギーを、うん、そうなんだよ。でも、白井君と初めて会ったのは地球防衛軍か。ああー、まあそう、その時はだから俺まだ全然面識がなかった、その初対面ぐらいですね、その時はね、うん、あ、違うわ、初対面ではない、俺初対面はあれアルカナファミリア、あ、ほらそう、俺、あいたんです、モブで。そうだ、そうそうそう、そうなんです。あれ、うちの部下やってたんだっけ。あ、そうそう、うちの部下言ったよね、ノバの部下やってましたで、なんかドラマシーンも撮ってたはずかな、その時も確か言ったはずだ、うん、なんか防衛部で会った時、なんかその話挨拶した時、なんかちょっとした気がするな。本当です。へえ、まあでも確かにノバの部下役でってなんか話を、うん、そうだ、そこが初めてですね、うん、それまではね、だから本当もう見る側でしたから、僕はまあユランさんが出てるその作品とかね、うん、大振りとか見ててでもそこすごい不思議よね。すげえやつ出てきたなと思いながら見てどんな不正どんな不で見てたんだ。すげえ高い声の 男出てきたなって見てましたけど、でもそう考えると主役、うん、面白いね。共演する人がさ、結構その、うん、高い声の人多かったですよ。勝富もそうだけどさ、あ、はい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 、うん、そうっすね、うん、面白いね、そう考えるとね。いや本当ですよ。だからそう考えるとね、これで共演してたりとかね、ショーグループでやってたりとか、ひげケンさんとかだってね、もう勇気を見てましたもんって。そうなのよ。そう。なんだって共演、初めてケンと共演した時は、あ、遊戯王の人、いや、そうおるとか思って、うん、ガッチャ、ガッチャの人だいや、言わないけど、さすがにそれは本人には言わないけど、ね、え、今度言ってよ、ケン君に会ったのに、ちょっとガッチャやってくださいやってくれると思うんだけどな。そうですね、うん、ふざけんなよとか言いつつやってくれやってくれる。さっきもね、あのこれ届けてくれたのケンさんでした。そうなの、これケンさんだったの残っちゃったらたまたまね、そうそう、届けてくれた名前がね、そう、うん、ケンさんっていう人だった。ケンさん N1 個足りなかったですけどね。そうね、うん、K-E-N さん、そう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 でもすごい偶然だったけどねめっちゃ笑っちゃったけどさ、うん、いや、考えたらねね、違う作品だよ、うちの奥さんと。まあそうですね、お世話になりましたよ、リルリルとかね。そう、リルリルね、お世話になったり、まあ、僕もゲストで行かせてもらったりもね。いやそうですね、スライムチャンネル。いやだからもう、とりあえずだからヤナさん復帰していただいて本当に良かったですお帰りなさいませいやいや、本当にね、ご心配おかけしまして、いやいやいや、そうなんですよ。いや、よかったね、うん、本当にすごい、まあ、いろいろね、大変だったと思いますけれども、うん、まあ、なんで、またね、あの番組とかもね、うん、そうですし、まあ、いろんなコンテンツでお世話になると思いますので、いやいや、こちらこそ今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、ということで、ひとまず、ごちそうさまということで、いや、はい、美味しかったですな。はい、これが、まあ、終わった後また食べたいと思います。はい、はい、じゃあありがとうございました、ありがとうございました。ごちそうさま、ごちそうさま、お腹すいたみんな飯テロだ飯テロだ